クニオです今日は2020年4月30日米村きららちゃんハロプロ研修生の16歳の誕生日ということで米村きらら特集を行っっててみたいと思っておりますちょっと寂しい感じだけど、えー、内容はしっかり見てきたことを伝えていくというような感じしたいと思ってますのでお付き合いくださいじゃあ早速いっちゃいましょう、えー、と米村きららちゃん2004年の4月30日生まれですね でまあ、同期ハロプロでどの辺なのかもうこの辺はご存知な人ご存知じゃない人分かれると思うんですけど年齢だけでいくとですよ年齢だけでいくと2004年同学年は、えー、工藤夢ちゃんジュースジュースですねそれと神村美みちゃんねこの子安芽の森川海プラスビヨーンズ、うん、で授業清野桃姫ね これが12月22日生まれで、まあ、同級生ですよ。でしかも研修生25期同期のもう残ってるのはこの2人になっちゃうんですよね。で僕の印象をここで少し挟んで、えー、と3つの表現というところに入りたいと思っております。僕の最初の2016年ぐらいの印象っていうのは桃姫がすごくできる子に見えてたんですよ。 ヒバリみたいなんていうの僕少し昔の動画ではお話ししてるんですけれどもちょっとそういうイメージで米村キララはまだねなんか女の子にもなっていない <laughs> アイドル感もない歌手としてもまだちょっと評価しづらいっていうようなのが最初だったイメージですよくキラキラネーム何て言うんですか <laughs> メンバーなんて言って言われて。 2, つ2人セットまでは言わないけど新世代のの感じっっててていうのは伝わってきてましたなんで注目度はなんかルックスもすごく目立つ子だったんですよねサイズの割になんで注目度はあったっすよだけどそこからどういうふうにしてこの子が切り口見いだしてくるかなって気づくのには少し時間がかかりましたじゃあその辺を踏まえて米村きらら もう4年キャリア研修生ではありますからこの4年間というところを振り返る上で、えー、と2016年から18年ぐらいまでを1つ目で2つ目はそこの18年から現在そして3つ目はこれから先どういうふうになっていくかというところでいきましょうじゃあお付き合い <laughs> お願いしますあと国尾チャンネルぜひ登録しておいてくださいこういうのシリーズ化してやっていきますんでじゃあいっちゃいますね えと2016年まあ研修生実力診断テストというところがやはり音を聞く上では基準になりますどんな曲歌っていたかモーニング娘。ザ・これうん貼れるかどうか分かんないけどかいつまんだやつだったら YouTube に確か上がってたと思うんでそれを貼っときますよでこれはもう僕の印象というところでいくとうーあーあー頑張ってっけど っていうのがもちろん最初ですね。まあ12歳の時12歳13歳になったばっかりの時になるのかなのキララだからいろいろ言うのもと思うかもしれないけどじゃあ笠原桃はどうだったかとかそういう話になってくるんですよね。これ一概に年齢じゃ言えないんですよ。でもこの時に僕は 一応もう言ってくる今結構キララ好きなんですけどその原石として輝き見えてたかっつったらそこまでは言ってなかったですねえー、16年は多分僕本当にチェックすごくぬるい時だったと思います米村キララどっちかっていうと桃姫の方があなんかこいつ仕上がり早いなっていうふうに思っていたそんな感じでしたじゃあ2017年どうでしたか どうでしたかだって。どんな感じだったかっていうとこいきましょうか。これは実力診断では都会っ子純情を歌うんですよ。で、都会っ子純情、うーんと、キュートの曲ですよね。で、キュートの曲って、うーん、や,りやるの好きな人多いんだけど、目立つのよ。なんでかと言ったら、愛梨が結構うまいから。 で米村キラらこの年ぐらいからもうちょっと整い出すんだよねなんでかといったらこの年の研修生実力診断ってめちゃくちゃレベル高かったんですよ。もう僕は川村綾のもキュートの後期のレベルの高い曲やってたの覚えてるんですけどそれで締めが「ダンバラルール」でしょ。もうダンバラルルが500何秒取って ねえ25%ぐらいの得票を取って取りだったんだけど1位取りもうすぐジュースジュース入るという形だった年ですよね、まあ、これ岡村みなみが「あのトロピカ・ール・コイ・シテール」を歌っていて僕はそこに出たんですけど要はこのような話こういう段階のことを言っててで山崎ゆはねもすすごく良かったんですよだけどちょっと2番で疲れが見えたりとかしてで,でもそういう選択肢の中に米村輝らは入ってないんですよね。 この辺までがいわゆる2017年でしたで当然ながら次の18年というのは米村きららを除いてまでは言い過ぎなんだけどかなり過半数のメンバーがビヨーンズに入るわけですよねまあ雨の森川海地下鉄そしてビヨーンズというような順番だったような気がしますけど、まあ、そこに漏れるわけですよこれがじゃあ第1章としましょう さあ、米村キらラじゃあ第2章。2018年から現在ぐらいということです。今申し上げました、ビヨンズに加入することができなかった。で、この時の米村キらラというのは14歳から15歳を迎えるタイミングまでの年というふうにしましょうか。ね、そうなりますからね、事実上。中学生、2年生、3年生ですよね。ただね、僕10、この時にもう美容、 研修生が別れた時に僕米村キララの魅力にほぼほぼ気づ,き気づいたのはそこっていう風に言って間違いないと思います歌が上手くなった印象派ルノ・アールのようにエレジーズソングですよねこれ2018年に歌ってるんですけど研修生実力テストですね これはね佇まいからものの受け答えあとか体が出来上がってきたっていう言い方当てはまると思うんですよなんか米村キララがこれアイドルとして少女として歌っていく上での一つの自分の幹が整ったっていうような印象を受けましたまあ主にの理由ここもう3つの中での細分化した3つにしましょうか主な理由3つにドドッとこれはあっさりいきます整えましょう まず表情を切れるようになります。表情が歌の世界なのかまだあの歌詞の世界曲の世界そういうところじゃないんだけども表情を切れるんですよ。ということはもうスタート段階に立った感じなんですよねまずこれ一つ。で2つ目歌詞の世界ということをさっきのところとか、まあ、被るんだけど歌詞の世界っていうところは考えてきてるなっていうところがあの体から何からでパフォーマンスに出てくるんですよね。 これ完成形とかもうすぐいけるとかじゃなくてあ分かって表現していらっしゃるっていうのが出てきてるんですねこれが2つ目で3つ目エンターテイメントの基本お客さんというふうに感じましょう考えましょう客席がどういうふうになってるかっていうポイント見つめられるようになってますこれね僕17年チェックが甘かったのかこの1年間で伸びたのか分かんないですけど僕これ 米村キララ違う感じなんですよねそれを一番大きく思ったのが2018年でした。で漏れなく研修生の普段の講演あるじゃないですかあそことかでももうキララが頭一個抜けててんなっていううになっります、まあ、これはビヨオンズの面々というところは研修生からいなくなってしまったがゆえということもあるんでしょうけど。 じゃあ米村きららはビヨンズにその時に入ってて活躍したかどうかって言ったらこれですよここは僕は大人はきららはここに行ったらいけないと思って僕止めたと思うなんでかこの2つ目長いよ理由これ2つあります一つ米村きららはビヨンのメンバーと当時も実は僕これ思ってたんですけど混ざりが悪いのよ 混ざりが悪いはなぜか米村きららの仕上がりがグルループアイドルの仕上がりじゃないんですねえこれは2019年とかのところに差し掛かってきて今年にも差し掛かってくるところになるんですけれどももう行ってしまったから伝えてしまうと今の研修生ユニットで5人でやってて結果4人になったこのチームの中でもきららだけ目立つのよ。 これがためながしおんとは違うんだよね。どっちがいいとか悪いじゃないの。っていうことはどういうことかって言ったら、大人が采配組むときに、入れづれーなーってなるんだ。僕はこれだと思ったの。これが理由一つ。で、二つ目。彼女の性格。ボスキャラなのよ。でね、 僕好きなんだけど彼女みたいな子あんまりいないから僕はこういう子がタレントになるべきだしアイドルグループの中に入ったら強えと思うんだけどボスキャラはあの当時ビヨンズだとしたらこれねもう絶対山崎ゆがね売りたかったのよ。まあ、実際売れてるし人気もあるです,あるですよねだってある,あるんですよね。ピ、まあ、ピザザララのとととかで言ううこれピザーラっていうと ねえキララも出てますから山崎ユハネを前出ししてツ擦キラーじゃないですか、まあ、ここにちょっと3つ目の答えとかかってるところあるんだけどなんでかというとそのジェネレーション同じでかぶすわけにいかなかったんだろうねでキャラがいろいろ合わせてもやっぱりビヨンズってすごくよくできてて機能的な個性的な そししして使いいいい勝手のいいとといううことを言い方しましょうメンバーで構成されてるんですよ。でとなると唯一キララを外してさらにその精度を高めるために3人を後で入れたわけですよね。これは面白いね人選人うん人事だなというふうに思いました。で2019年の話に行きましょう。 そんなキララが実力診断テストで「ソーダウィーハーライフを選ぶわけです。まあ僕これ漏れなく4つともなんていうんですか拝見していて思ったことなんですけど俺キララ期待値超高かったんですね。2019年去年ですよ。これさモーニング娘。の曲なんだけど。 もう歌いきれないいのよいろんなパートいろんな仕込みがあって一人で歌うべき曲じゃないんですよ。で各所各所なんていうのかな省いたりパフォーマンスの面ダンスの面衣装とかいろんなもの本人のこだわりがあるのもわかるんだけど間に合ってないし表現できてないし忙しいの。でじゃあ嫌だったかって言ったら嫌じゃないよ。うんだけど これはすごいいいことをやって何をしたかったキララとなったのは事実です。うん、でもこれ挑戦本人考えてて急いでなかったとしたらすげえんですよ。だけどこの間腹踊りでね、うん、本人発言でもうやめようと思ってたなっていうのいろいろ考えてみたらこのタイミング以外ちょっと分かんないんですよね。 表彰されてないですからでも勝負に出たっていうんだったらこの曲じゃないはずなんだけどその辺センスですよねまあ分からない僕にはちょっとたどり着かないものを米村キララは考えていたそしてこの曲だったのかもしれないですだけれども2019年までのところはそういうふうに思いましたじゃこれが2つ目ですさあじゃあ3つ目いきましょう現在からえー この先々ですよねキララどうなっていく感じなのかっていうところ、えー、大きく憶測になるところ一つと、うん、こうであるであろうっていうところ、まあ、今までの話しているところ証明からっていうところこの2パターンでいきましょうで僕は最初前提憶測から入ります。米村キララポストとととししてで言ううリーダーダかないと思う理由はこれは2つ言える。 前社のもうボスキャラですよね。これを見せるため。で、これも前社の売り方の中で山崎ユハネの次に前出ししていく可能性がすごくフロントの中で高いと思います。僕はもし辞めると言って EU したんだったら次のチームのセンターだからお前もう一年やれよと言ってる気がする。 でこれ構造になる上で2つ目の理由のところの延長戦勝になるからまあ、最初から3つって言えって話だけどこれはちゃんと物語としてアップフロントは2年に1回今新人賞を取れるチームずっと作ってるじゃないですかそうすると今年インディーで結成発表して来年メジャーで賞レースレコード大賞っていうのはめちゃめちゃ理にかなってるんですよねただこのご時世 ね、いつまで緊急事態宣言自粛コンサートなしっていうところが続くか分かんない、ね、タイミングになってしまってますなので今までの常識的な2年サイクルみたいなことが続くかといったら僕はイエスではない気もしてますなのでここからはちょっとねあの憶測というところではなく実は積み重ねてきた現実的というところの話とリンクしていくところに入ります 外遊員になんですけど2年目のお来年というところになるのかなもし、まあ、憶測ベースで言うと今年新チーム組んで来年というところの賞ーレースというところがいつも通りにならないあと延期したオリンピックやるのかやらないのか分かんないけどオリンピックというところと重なればよりやりにくくなるそうするとすごく新しい形なんだろうけど研修生ユニットというのを続けさせながら 正気ををい様子を見続けでもそれでキラーがやるかどうかって言ったら僕ノーだと思うんですけどでもまあ見続けアンジュルムですよアンジュルム入れのカントリー的ななんていうの兼任させるみたいなことやってもこの子やれそうなんだよねただラジオとかで高木早ゆきと ちょっと距離が近いみたいなところを言ってる方々もいらっしゃいましたし可愛がられるてなんてなると時間的には佐伯がどっかでっていうの2年後ぐらいですかあるタイミングだったらキララジュースも面白いっちゃ面白いただ総合してまとめましょうキララの近未来というところで考えると僕モーニング娘。はないと思ってます 理由は同級生がもう2人いるからここ15期は15期でこのムードの方がモーニング娘。信じ時代気づけますなのでないと思いますじゃあアンジュルムめちゃめちゃ面白いけどリンちゃんが先に入ってるねジュースジュースさゆきは僕グループアイドル25まで全うする雰囲気なんか感じてるんです25までって言うとまたね 様々メンバーの方々おっしゃるでしょうけどでその意味で少し薄いんですでそうなると新グループのリーダーこれがしっくりくるんだなできれば多分できると思うで俺,俺も見たいそういうふうな今現状というのが未来見れている2020年21年な気がします ね、今日16歳を迎えますこの動画の最後に米村きららちゃんというのが僕がどういうふうなアイドル歌手タレントとして見てるかっていうところで終わりにしましょう彼女はね笑顔のスキル表現のスキルというところ多分劇的に伸びる要素を持っていますなんでかといったら経験に裏打ちされた歌詞の表現とか曲の表現っていうのがもう ハローの今いくつかのグループの中の何人かよりも上ですあと声声をどう磨くかなんですよ僕はパワーのある歌手の方より繊細な方を選んだ方がいいと思いますね繊細な表現っていうのに着手していけば今のバランスで表現力でちょっとドスの効いた怖さみたいなのも出せるしなんか素材の持っている 目の力とか可愛さっていうのはあるから、うん、キレの方で勝負してほしいですね。総合力高いです。そんな歌手米村きららちゃんそんなに遠くない未来で僕は見えると思っています。こうやって16歳の誕生日を迎えて高校生ね高校生の生活というのが今綺麗にスタート切れてないと思うけどももう何百年にいっぺんちょっと言いか何十年にいっぺんのこういうご時世体感できてると思って思いっきり クリエイティブな方向、歌手、映画、何でもいい。見て自分の小屋しにしていく、そんな時間にして欲しいなんて思っております。そんな感じでした。クニオチャンネル、今日は、米村ミラキラちゃんの誕生日を祝う、そんな動画になりました。またお会いしましょう。